こんにちは、ギタリスト、そして国連難民高等弁務官事務所親善大使の宮城です。6月20日は国連が定めた世界難民の日です。今世界中では、紛争や迫害を逃れて、知らない国、土地で、過ごしている人たちが7000万人以上います。そういった人たちの声を届けたい、そして音楽を通じて難民問題に向き合いたい、そう思って活動をさせてもらっています。今年も、ここバングラデシュ、そしてケニアにも、訪問をさせてもらいました。そういった土地、国で過ごす人たちの、パワーを感じますし、力強く生きる人々たちの、声をもっともっと世界中に届けたいなと感じています。日本からもたくさんの支援を、いただいています。この世界難民の日をきっかけに、僕たち一人一人の力は小さいけれども、みんなで力を合わせば何かを変えられるかもしれない、そういったことをみんなで、考えるきっかけを作っていければいいなと思っています。世界難民の日、よろしくお願いします。宮城でした。難民と進むワンステップ。